田島陽子が暴言で大炎上。そこまで言って委員会で。先日放送されたそこまで言って委員会の中で田島陽子さんが安倍首相に対して次のような発言をしてしまいました。社会保障だとか少子化対策はリップサービス。安倍さんは長いものに巻かれろよだと思う。トランプに巻かれ、プーチンに巻かれ、国民にはでかい顔をして、韓国や北朝鮮にはいたけだかで、 本当に嫌な男。アメリカからトランプさんの言いなりになって買う武器は一つ116億円。これをやめるだけで保育園ができて子供が救われる。今、武器を買ってどうするんだ。中国に歯向かっても負けるに決まっているとなっておりまして。この田島さんの主張ですと。 日本の抑止力、防衛力を強化せずに、他の分野に良さを回して、中国に負けるべきだと主張されてるんですが、そんな事態になったら、他に良さを回しても、日本が、日本全土が戦場になってしまったら、それどころではなくなってしまいます。最低限、国民の平和を、安全を守らなければ、 どのような対策をとっても、社会保障を充実させても、少子化対策を行っても意味がありません。田島さんにはぜひとも安全保障の重要性を理解していただき、例えば、ご自身のお家がですね、自宅が、お金はいっぱいあるけど、セキュリティにお金を回したくないと言って、 ドアに鍵をつけなかったり、金庫も置かなかったり、銀行に預けもしなかったら、大変なことになるでしょう。それと、日本の国の安全保障というのは同じ話でありますので、田島さんにはぜひとも、こういった暴言を今後は吐かないようにしていただき、 国民の平和と安全が確保されなければその他の分野でどういった対策をとっても意味がないということを理解していただくようお願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました